税金のことにも詳しいし映画のことにも詳しいし、おお狙いすぎだよ、全部ファールになるじゃん。お嬢さんも反対方向打つの上手じゃないですか、うん、はい、おはようございます。おはようございます。今回は河合雅弘さんを迎えして、巨人スター列伝の第6弾、現役時代の落合博満さんについてお話を伺っていきたいと思います。はいはい、落合さんですよ、レッドさん。いや、落合さんってやっぱりその奥が深いと思いますから、うんうん、何を考えてるのかが、うん、我々野球ファンからしたらちょっとわからない部分があるんですよ。はい、まあ、わかりづらいでしょうね。はい、はい、と思います。で、一緒にやってらっしゃった、はい、この時期もありますし、はい、中日に行かれて、はい、その時期もありますから、うん、そこをちょっとね、はい、いろいろ聞いてみたいな。わかりました。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、お願いします。はい、で、落合さんは1978年ですかね、はい、にドラフトでロッテオリオンズに入団されたわけですけれども、ね、はいはい、もう落合さんといえばやはり3度の三冠王なわけじゃないですか。はい、そうですね。ね、で監督となられても手腕を発揮されましたし、はい、その時にやっぱ河合さんは、何年にご一緒にやられてたんですか。ね、僕は94年から96年の3年間と、はい、2004年から2010年までですね。はい、そこは、まあ、ドラゴンズでやらせていただきましたね。はい、はい、どんな方なんですか、落合さんって。僕は基本的には落合さんは優しい人だと思います。そうなんですか。なんかちょっと私たちはそんなイメージなくないですか。いや、でも優しいのは優しいっていうイメージはある。その、うん、なんか変に感情的になる人でもないし。あ、確かに、うん、変わってるって言ったら言い方おかしいですけど、はい、なんかあまりこう掴めない感じの人なのかなっていうのはすごく思っていて、子供ながらに見ていたんで。そうですね、まあ掴みどころがないかもしれませんけど、基本優しいですし、あとは頭がいいですね。ああ、それはどういったところの頭がいいんですか。はい、あ、だから野球のルールとか、統一契約書とかそういうものとか多分全部読まれてるし、多分あと税金のことにも詳しいし、その生きていく上ではね、はい、絶対必要ですからね。はい、映画のことにも詳しいし、多分映画評論家できるんじゃない。そんなにですか。それぐらい、もうあのキャンプの休みとか、あと家とかでも多分1日 2,3 本は映画見たりとか多分 してたと思いますよ。へえ、はい、ご飯とか食べに行ったりとかしたことあるんですか。ご飯はみんなで行くことはありました。そのチームで行ったりとかそういうのではありましたね。個人的に行くっていうのは落合さんはほとんど現役の時からやらなかったです。まず一番最初にジャイアンツに来られた時、はい、どんな感じだったんですか。そうですね、まあ、だってその時にもう1億円プレーヤー、まあ、1億円以上のプレーヤーでしたし、はい、三冠王の選手だっていうのはあって、はい、周りの人たちはみんななんか落合さんみたいな感じだったんですけど、はいはい、まあ、僕はあの普通に対応してました。はい、落合さんは本当にキャンプからずっと別行動だったんで、はい、キャンプも最初一人でずっと林歩いたり、ほう、あのサブグラウンドでノック受けたり、はい、エアテントの中こもって一人で素振りしたり、はい、バッティングしたりとか、何やってるのか全く僕らには分からなかったんですよ。でホテルの食事も多分ほとんど一人で食べてたと思うので、食堂に来られなかったです。じゃあなんかこう誰かと仲が良くてずっと一緒にいるとかそういう形ではなかったんですか。選手と一緒にいるっていうことはなかったですね。もう一切群れないってことですか。はい、一匹狼ですよ。はい、かっこいい。そんな感じだったので、なかなかその、まあ、ちょっとこうとっつきにくい感じはあったんですけど、はい、でもまあグラウンド出ると全然そんなことはなかったですし、落合さんが中日に来た時ぐらいだったかな、はい、まあ、僕が試合に出始めて結構一塁へこう行った時に、はい、よく一塁のベース上でよく話してたんですよ。ヒット打ったりしてフォアボールで一塁行くじゃないですか、はい、
こんにちはって言って挨拶大体するでしょ、はい、先輩だから。でなんかそこでバッティングの話になったりとか。一塁ベース上で試合中にですか。そう、すごいアドバイスをくださるんですか。そう、ほんまあれ狙いすぎだよって、全部ファールになるぞとか言ってて、そうですかとか言って、お嬢さんも反対方向を打つの上手じゃないですかとか言って、うん、いう話をしたりとかして、いや俺狙ってねえよとかって言うから、はあ、そうなんですかとか言って、そういう話を、はい、でもよくあの落合さんのバッティングの練習とか、はい、公表されてますけれども、うん、ティーバッティングの時に、はい、こすって上に上げるみたいな。あ、そうですね、ま、真上に上げたりとか、はい、真上に上げたりとか、はい、あれは多分ロッテでずっとやってる練習方法ですね。あれはホームランを打つための練習なんですか。どうなんですかね、そのボールの下にバットをこう入れていく練習じゃないかなと思うんですね、はい、回転をかけると。実際のバッティングでも僕なんかのイメージも少し飛ばしたいなと思うときはやっぱりこう打つんじゃなくて、やっぱりボールの中にバットをボンってこういう風に入れていくイメージ、はい、でスピンをかけてる、はい、そうです。その方がやっぱ飛んでいくイメージが強かったんで、おそらくそういう練習の意味合いがあったんじゃないかなと思いますね。その落合さんがやられてるのを見て、はい、河合さんも同じようにやろうとは思わなかった。僕それやったことないですね。僕やろうと思って真似したのは、ノックバットを、ノックの練習ですね。ノックの練習、ティーバッティングの代わりに一人でこうやってやって、はい、こうやって、まあ、バットとかノックバットでこうやって打つ練習です。これは何ですか、その指導者の練習ってことですか。いや違います、バッティングの練習です。どんな打球を打つんですか。ライナーしていや、まあ、まあそれは普通にちゃんとミートしてきちっと打つんですけど。要は、まあ、左手にバット持ってノックするときっていうのは、はい、こっちの上げるボールがすごく大事 で、はい、でこれをちゃんといいところにこう上げてパンとこういうふうに打つっていう、はい、そしたらポイントもしっかりしてくるし、うん、形もしっかりしてくるん でこれでこういいところで捉える練習、はい、だから調子が悪くなると僕この練習結構やってました。落合さんよくあのノックバットでそんなノックしたりとか、はい、たまになんかそんなのやってたん でこれでこうあと、ま、間合いが取れるじゃないですか、はい、こうやってポーンと上げてバットこうやって打つんで間が取れると、はい、これは左手で上げるんじゃなくてやっぱり右手で上げた方がいいんですか。あ、そうですね、だから要は前の手でバットをちゃんと持ってこれで上げて手をつけてこう打つとバランスがいいので、これもいい練習になるんじゃないですか。ちょっとあゆみちゃんちょっとやってもらっていいですか。はい、なりますよ。これバッティングの練習にもなると思うんで。バッティング練習になります。私もともとは、はい、監督になってからノックを練習したんですよ、うんうん、はい、でこっち派だったんです、うんうん、なんですけどこっちでやった方がかっこよくないって思って練習したんですけど、こう見られてると恥ずかしいな。あー最高、いいですか、いいポイント、あよかった、うまい。要はそこに投げてやるってことですか。はい、ボールとの距離感も大事ですね。おお、いい形。ああ、なるほど。本当ですか、はい、嬉しい。これが練習になるんですか。なります。レッドさん。いや、俺ね、下手くそなのよ。間合いの、俺これできないんですよ。ボールとのこの距離を取る形も作れるし。なるほど。そのやっぱりこう軸足にこう乗るじゃないですか。はい。この形がやっぱりトップを作るっていう点では非常にいいわけです、ね。もうこのノックのイップスなんです。あ、でも分かります、これ全然難しいんですよ、難しいすごい難しい、難しい、すごい難しい。え、どっち、こっちで、あ、こうやって投げるんですか。そうです、そうです、うん、こうです。あ、分かりました、こういうことですね。はい、そうです、そうです、うんうんうん、そうです。それで、まあ、だんだん慣れてくると自分の一番いいところへ投げれるようになってくるってことですね。なるほど、はい、うわー、無理だ。だから今だとちょっと近いじゃないですか、こうやっていった時に、はい、ここにボールがあるんで、もう少しポイントは前なので、前ちょっと前目に上げてあげる、はあ、ちょっと20本ほどもらっていいですか。でもこれ子供たちも練習になります。なりますよ、めっちゃ練習になるな、はい、おお、そうです、はい、今の綺麗じゃないですか。だから打ってる形が非常に綺麗ね、うんうん、なるほど、うん、これ綺麗なのをその力いっぱいではなくて、うん、
リズムで振って、まあそうです、こういって、まあ、例えばもうちょっとこれ軽いバットだったらもうちょっと振れると思うんで、なるほど、こう上げてバン、だからノックバットでってことですか。はい、で打った後必ずこうなる、はい、分かります、はい、ノック打った時に、ノック打った時にこうはならないじゃないですか。なるほど、そうでしょ、ノック打った時って必ずこういったらパーンとこういう前に乗る、はいはい、これがいいわけです。これが体重移動、重心移動、軸はぶれないでパーンと乗る。そうか、それを落合さんはやられてた。そうです、こういう練習方法もあると思いますね。うわ面白い、面白い。いやまあたまにこうノックがいいみたいなのを聞くことありますけどね、はいはい、他には何かあの落合さんとのドラゴンズへ行った時に、はい、1年目は僕あのジャイアンツから行った時に、まあジャイアンツの時で給料が3分の1になったんですね、はい、そしたらまあ大体前年の3分の1になるってことはその次の年に来る税金がやっぱりすごいじゃないですか。はいはいはいね、はい、そこまで落合さん気を使っていただいて、はいはい、給料はこれだけしか出せないけど、例えば出来高みたいな形で、ね、はいはい、ゲームへ出たら少しいくらみたいな感じで、うん、プラスアルファになるようにそういうふうにしてもらうようにするからって言ってくれたんです。すごいっすね、はい、税金のことまで気にしていただいて。確かに優しい、はい、まあ、そういうようなこともありましたね、はい、基本あんまり力の入らない方ですよね。そうですね、めったに怒ったりとかもしませんでしたし、うん、まあ、シーズン中キャンプからトータルしてもミーティングだって年に 2,3 回かな、監督がみんなの前で喋るの、うん、キャンプの初日と開幕する日も喋ったかなぐらい、あとはよっぽど怒った時なるほど、よっぽどなんか選手に言っとかないかんっていう時しか喋らなかったですね。へ、年に数回だったと思いますね。なるほど、で意外とじゃあ情に深い人と言いますか、まあ、そういう感じはありましたね。でも、うん、その情に深い方だけど、うん、いつでしたっけ、完全試合、あ、山井さんの、ね、そう、山井投手の、あの時、変えられたじゃないですか、はい、岩瀬投手に、はい、あれっていうのは多分周りから見るとこう完全試合なのにっていう意見が多かったと思うんですけど、うん、それについては、はい、落合さんはどう思われて、うん、あの時はやっぱり勝つ確率を考えたんじゃないですか。なるほど、記録のことより絶対あれで勝たなきゃいけないから、うん、どっちがいいかって考えた時にやっぱり岩瀬を選択したっていうことじゃないかなと思いますね。そうか、でもやっぱりドラゴンズはあの時点で53年ぶりの日本一だったですから、はいはい、53年もしてなかったわけですから、やっぱりどうしてもやっぱり勝ちたい、勝たなきゃいけないっていうね、はい、そっか、はい、考えたら個人の記録よりもチームをその53年ぶりに勝つっていうことの方を優先された、その確率を考えた時にどっちがいいだろうって考えてそうしたんじゃないかなと思いますね、うん、あの野球観で言いますと、はい、その、まあ、王さん長嶋さんとまた違うんですか。全然ね、どっちかというと巨人の V 級時代のような、はい、確率の高い、だから落合さんは僕やっぱり数字とかにすごい強いと思うし、確率をやっぱりすごく大事にする人だったと思うので、はい、へ、だからまあその巨人の V 級時代とかそういう時にやってたような野球っていうのも一つは参考にされたんじゃないかなと思いますね。意外とデータを、ああそうですね、そういうものをやっぱりしっかり見ながらね、はい、結局この俺流っていうものは、うん、勝ちにこだわったというか、そういうことです、いうことになるんですかね。そういうことです、全てはそういうこと、チームの勝利、例えば、まあ、落合さんが現役でやってる時は自分がやっぱり いかにいい成績をしっかり残すかっていうね、うん、はい、それをするためにはどうしたらいいかっていうことをやっぱり突き詰めてやったということじゃないかなと思いますね。なるほどね、はい、ということで今回は落合博満さんについてお話をお伺いしました。令和初の三冠王は巨人から出るぞ
と思われる方、ぜひチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。お願いします。そしてこんなこと聞きたいななどありましたら、コメント欄の方にまでお書きください。お待ちしております、はい、それでは河合さん、はい、本日もどうもありがとうございました。